はい、今日は栗ご飯を作ってみたいと思います。栗ご飯と言いましても、友達が静岡出身ということで、静岡ならではの栗ご飯を作ってみたいと思います。ちょっと初めて作るので、成功するかどうかはお楽しみです。まずお米2合分をお水に浸してあったものに、お醤油大さじ2杯入れます。そしてお酒を大さじ2杯入れます。そして先日たくさんいただいた栗を入れていきます。ちょっと大きさ揃えた方がいいのかな。はい、ここに水を入れて、はい、少しこのまま30分放置した後、炊き込んでみたいと思います。このようにお酒とお醤油と同じ割合で炊いたものを静岡では桜ご飯というそうです。はい、静岡出身の友達に聞いて作ってみようと思いました。ちょっと楽しみです。はい、では炊飯器に入れてスイッチオンしてみたいと思います。さあ、どうなってるでしょうか。じゃーん、大きな栗が美味しそう。そして桜ご飯というだけあって、ほんのりピンク色になったご飯。美味しそう。明日これを職場に持って行って、教えてくれた友達と食べます。